どうも戸澤です。どうも渡辺です。今回は、はい、趣味について話せたらいいかなと思ったんですけど、趣味ね、ご趣味はって言われてパッと答えられる人ですか？ご趣味やはなかなかの振りですよね。ごがついちゃってますからね。ご趣味はお料理です。こう答えちゃうかな僕なら。なんかそうですか、ご趣味はって今いつ言うんですかね。お見合いの時以外で、ね、お見合いの時でしょうね。取引先の人との何かの何かの会談、はい、会合。ああ、そうですね。いやでも趣味聞かれることってあります？でも最近、まあ、ないか。あんまないっすよね。なんか、なんかこれテンプレ、昔で言うテンプレみたいなとこあったけど、はいはい、あんまり最近なんかその人のプライベートなことをずけずけ聞けないなんか風潮になってきてるから、あんまなんか聞きづらくて自分も聞かないし聞かれないしみたいな、なんか多いですけど。そうですよね。確かにコミュニケーションの中で探るもんだったりするから、うん、そうですね。いや、なんでこの趣味の話をするかというとですね、はい、この間ボイシー聞いてて、はいはい、ベンチャー支援家 K さんの番組聞いてたんですよ、はい、そしたらね、趣味の話じゃないんですけど、その人が費やす時間っていうものが生産的なものに費やしてる時間が長い人なのか、消費に費やしてる時間が長いのかって話をしてたんですよ、で、なんかまあその生産的なものっていうのは何か生み出したりとかそういうものが好きでどんどんやっちゃう人と、はい、あとお金を使うにしてもそのいわゆる消費にだけお金を使う人って多分大きく分かれるって話をしててね、それ聞いてやっぱり生産性のあること自体が好きなのか、消費することだけが好きなのかって結構、はい、趣味として考えると人生の捉え方というか、変わるかなと思ってて、っていうのはあえてなんていうんですかね、こうあえてね資本主義の中で稼いでいくこととか、ビジネスの中でうまくやっていくってことを成功するっていうことにとして捉えると、趣味として生産的な趣味を持ってる人の方が人生イージーモードだろうなと思ったんですよ。はい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 、まあ確かに、だって趣味で好きでやってるのにそれが結果的にお金につながったり、自分の仕事につながったりとかするっていう状態になってるじゃないですか、はい、この話ってなんか意外と大きく両極に分かれてるのにこの話ってされないかなと思ってて、なんかいわゆるこう社会的に活躍してる人たちって、趣味がもういわゆる生産的なものなん気がするんですよね。ああ、はい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 。例えばまあエンジニアとかだと趣味で普段からコード書いててなんか作ってるとか、それはもう生産的な趣味だと思うし、だけど、まあ、いわゆる消費の趣味って考えると例えば何か買うとか、はいはい、あとエンタメ作品を見るとか、それがいわゆる消費の趣味ですよね、大きく分かれるんじゃないかなと思って。いや、それすごい。消費の趣味だけを持ってる人と生産的な趣味を持ってる人って、それすごい分かる、まあ、というのもなんかさ、趣味の話になった時にさ、やっぱ結構真面目に答えてくれる人って、ちょっと僕あんま趣味ないんですよねみたいなパターンの人っていると思うんですけど、そう僕多分そういう人たちっていわゆる一般概念化してる消費の趣味はないけども、おそらく仕事が趣味とか、あとは分からないけどさ、家事が趣味とか多分なんか本当はあるんだけども、それがだから一般的な趣味っていうものに当てはまらないなって思い込みがあるから言ってないだけで、実は趣味があるんだろうな。そうなんですよね、そういうことなんですよ。だから、趣味がないって自覚してる人って他の人から見たら趣味ありそうに見えるんだと思うんですよ。見える、そうだ、それが生産的な趣味か、消費の趣味かの違いなんだってことを気づいたっていう感じ。だから僕もなんか趣味はって聞かれて何も答えられないんですけど、だけどなんかよく多趣味ですねとか言われたりするんですけど、ね、これね、本当に何のその誇張もなく言いますけど相当多趣味に見えますよ。佐沢さんって。で、僕は趣味何もないっていうつもりなんですよ本当に。だから僕の中では何かのためにやってるっていうのが強いのかもしれないですね。ああ、確かにな、目的があってのっていう、まあ、実際楽しんでやってるところもあるんですけど、周りの人からするとそれをこう趣味として楽しんでやってるように見えるっていうことかもしれないですね。なんかさ、そのいわゆる趣味って言葉ってさ、なんかこう余暇を、余生を送る意味合いで使われることが多すぎるじゃないですか。そうなんかそれが結構そういうねじれを生み出しちゃうんだろうなというか、そういう意味での趣味って例えば何ですかね、釣りとか。そう、まあ、あとは
うんまあね、映画を見るとか、うんまあ、あとこれなんかね僕もう一つ側面としてあってなんか社会性っていう意味での趣味って結構みんな持ってるよなって思ってるんですね。本当は、はいはい、違うだろうけど社会性としてそういう趣味を持ってるってことを誇示することが大切になるというか、はいはいはい、コミュニティに属している上で、うんまあはいはい、さっきのお料理とかもそうかもしれないけど社会的にどう見られたいかみたいなところも結構趣味って出るじゃないですか。人間性とかだからテンプレ化しやすいというか ある意味だから本当の意味での自分の趣味っていうものに対して向き合うシーンってほぼないんじゃないかなと思ったんですよ。いやわかる、うん、でもなんかそのさっき言ってた生産的な仕事を趣味としたときに、うん、なんでそういうこと言ったときにそういう場ってさしらけちゃうんだろうなっていうなんかそういうのありません、はいはいはい、なんかいやだってさ仕事も立派な趣味の一つじゃないですか。なんかこう、なんかつまんねえやつだなみたいに思われちゃわないかなと思って多分みんな言わないんだと思ってるんですけど、はい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 、でもねなんか言っちゃいけない空気って何なんだろうなっていう。それはやっぱり基本的に人が頑張ってる姿って好きじゃないからじゃないですか。まあ、そうでしょうね。そうだよね。アニメ見てるのが趣味っていう人からしたら仕事っていう言われた時にすごいなんか変な劣等感を感じるタイプするだろうでしょうし、ちょっとだからマウント取っちゃう感じになるかなっていう。そういうことでしょうね。だから本当仕事が趣味な人はだからそれがゆえに言えないっていうのね。その切なさはあるなとは思うんですけど、例えば読書ってこれ人によると思うんですよ。自分の趣味は読書ですっていう人もいれば、はい、その人以上に読んでても趣味とは言ってない人いると思うんですよ。いるでしょうね、うん、これでも確かにパラドックスあって、だから没入してればしてるほど趣味と認識してないんじゃないかっていう説はありますよね、うん、だって趣味と思っててやってたらやっぱり一日何冊本読むとかできない気してて、うんうん、だって結構その本当に忙しい経営者の人ほど週に3冊ぐらい本読んでたりするじゃないですか、うん、だからね、そうですね、うん、あの人たちが趣味読書ですとは言わない気がするんですよ。言わないでしょうね絶対ね、うんうん、だから趣味、逆に言うと趣味なんかそれもちょっと不思議な話ですけど趣味でやってるレベルとは思われたくないみたいなのもしかしたらあるかもしれないし、うんうん、あとは本の種類だと小説とかに関しては、うん、フィクションとかに関しては趣味っていう感覚はなんかあるかもしれないけどビジネス書を読むの趣味っていう感覚はないかもしれないですね、うん、確かにそうですね。何かに生かすために手段としてやってるっていう、うん、なんか何か生産性を意識した場合にはプロセスだもんね、うん、趣味っていうか選択だからそのゴールに近づくための選択肢でやってるみたいなところあるから、うんうん、確かに趣味って言われると違うんだろうけどそうね、うん、うん、なんかその趣味の捉え方で言うとなんか僕昔、うん、こうすごい複雑になった思いがある体験なんですけど、はいはいはい、20代の頃すごい音楽活動頑張ってたんですけど、うん、まあ音楽やりながらバイトとかするじゃないですか、うん、そうするとバイト先の友達とかいて、うん、でなんか趣味かなんかの話になったんですよ、うん、趣味はなんかあるみたいな、はいはい、その時にいや田沢ねいいじゃんなんか音楽やるの趣味でしょって言われて、うん、いや趣味って音楽活動頑張ってるわけではないっていう思いがあってなんか複雑なそうですよね、うん、なんかある種失礼な感じがあるじゃないですか。趣味ちょっと弾き語りできるようになるレベルの感じでやってはいないんですよね。だからそうか、そう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 本気のやつだもんね。例えばバンドマンたちが、うん俺たち武道館絶対行くぜって言ってる人たちに対して、うん、趣味ですかってなったらすごい失礼な感じするじゃないですか。確かにね、うん、なんかギターが趣味ってお聞きしましたけどもみたいなそう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 か、だから趣味と仕事ってだから難しいんだ実を言うと関係性が。そうなんですよね、うん、だから同じことをやってたとしてもその向かってる先が問題、うんはいはい、大事なのかもしれないですよね。はい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 、そのさ、だから趣味っていうもの自体のさ、多分意味付けの曖昧さみたいなところもあると思うんですけど、うん、でも、まあ、書いて字の通り多分趣みたいなことでしょ、うん、なんか何に傾倒してるかみたいなことを言いたいと思うんですけど、まあ、だからその辺で自分を多分個性化するときに、まあ、本当はもうちょっとその厳密にその捉えてあげればいいんだけど、どうしてもちょっとそのなんていうの、仕事とかさ、いわゆるそういう生産的なことを切り分けた上で他にキャラクター的に意味付けするためのツールとして使われてるから、はい、ちょっとねそう趣味って言われるのは嫌だし、でも趣味こうでしょって思っちゃう人、はいはい、周りの人たちもいて、そこのねじれの関係があるのかもしれないよね。なんかね、まあ、そう考えると趣味って難しいね。例えばさ、僕がさ趣味デザインですって言わないね。確かにそうですね、まあ、趣味でもあるっていう言い方をするかもしれない。趣味でもある、うん、そうだね。
例えばだから料理にしても、これから和田さんが何らかの理由で料理を頑張らなきゃいけない理由があるとするじゃないですか、はい、家庭の事情で店を開くことになったとか、その時に毎日料理しまくって腕を磨いてるって状況を趣味とは言わない気がするんですよ。言わないね、うん、なんだからもしかしたらとやりたくてやってるわけじゃないみたいなね、パターンもそういう感情の ね変数もあるかもしれないですし、難しい、確かにね。でもなんかあの損をする趣味って例えば何が、人に言った時に損をする趣味みたいなので、うん、あ、人に言った時かなんかありますかね。なんかね、だから仕事はでも一つあるよね。仕事実質あの実質的なところで得はしてるんだけど、うん、人から見た時に損をしてるような仕事みたいな。でもなんかそのさ、やっぱ趣味答える時にもういつもやっぱなんだかんだ、これ田澤さんも一緒の気持ちなんじゃないかなと思うんですけど、はい、やっぱ答えるのすごい困るし、はいはいはい、なこと聞かなくてもいいのになみたいな、ちょっと思ってる。そう、なんか言いたくないことを言わなきゃいけないみたいな、うん、あると思うんですよ、はいはい、でどうしても表向きちょっとまあその軽蔑されないような、はいはい、あのよしなな言葉を言ってる。だお料理とかね、あの映画鑑賞とか、はいはい、多分そういうこと言ってるんですけど、実はでもね、あの黒魔術が趣味ですとかね、分かんないけど あるかもしれないじゃん。なんかそのやっぱ言えないこともたくさんあるわけですよ。本当の趣味って言えないよ。言えないよ多分 ね言えないんだよ多分、うん、はい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 、言えないでしょ。だってだ趣味ってある種言い換えると癖、うん、ですから、ね、癖だね。癖なんですよこれね。そう、いやこれそうだよね、癖、うん、って言った方がすごいより深い人間性の理解はできますもんね。 でも癖だから言えないっていうね、この矛盾はあるんだけど、うん、だから読書って言うんでしょ。読書っていう、そう。読書って言葉の消費のされ方とか、もう全国で統計取ったらすごい率だと思いますよ。でもまあ、 あの答える側もそう言うしかないんだよっていうのはね、なんかありますよね。そうですね、うん、僕もだから困った挙句、まあ本読んだりするの好きですけどねって言ったりしますよ。なんでしょ、うん、そうなりますよね、なんかね、うん、そうなんですか、何読むんですかそういう会話が始まったりするんですけど、そんなそうでもないんだけど。そうあとちゃんと答えていったら多分面白くないだろうしって。あ、そうなんですよ。聞いた人からしたらね。そうそうそう。あ、そっち系みたいな。そうなの。もうそれも苦手なの。なんか例えば音楽とか言った時になんか絶対こう価値観が合わないって、はいはい、分かってる中で言わなきゃいけない苦しさみたいな。うん、映画とかもそうですけど。うん、ただね、僕らは多分すごいそういう意味で言うと損をしてる人たちだと思います。なんかその、あの本質的なことは言わずに。はいはいはい、例えば本気でスノーボードやってる人とか、いや俺趣味スノーボスみたいな、うん、めっちゃ多分ある意味得はすると思うんですよ。なんかその、うん、あ、だから分かった、あのあれだ、オンオフが切り替えてる人っていうのは確固たる趣味がある人多いんじゃないですか、うん、かもしれない。そうですね、うんうん、僕に関してはオンオフないから。和田さんもそういう感じですか。またどうしてもちょっと陰キャ感が出ちゃうみたいなのがね、はい、あるのかもしれないですね。あとまあ好きなことを仕事にしてるっていうことの裏返しかもしれないですね。そうですよね、うん、なんかでもさ、やっぱ20年ぐらい、やっぱ自分が若い頃を思い出すと、僕らのさ若い頃の世代って超個性主義というか、うん、今みたいにその没個性じゃなくて、なんか個性が出てることがあの良しとされてる時代な気がしてて、だからファッションとかもすごい独特な人、はい、多かったし、はいはいはい、なんか個性的な趣味を持ってることがなんかすごい特徴的、なんかこの人素敵な人間なんだろうなって思わせるみたいな、はいはいはい、だからなんかね、一時ねありましたよ、その趣味自慢みたいな、なんか不思議な趣味自慢みたいな あって、はい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 、だからもう奇想天外でしたね。もう明らかに、でもみんな今思い返せばですけど、みんな多分捏造してるんですよ。あの寺巡りが好きですとか、まあ、絶対ちげえだろみたいな、なんかね、そう、あのなんかそのなんか、だからちょっとでも自分がちょっとその特徴的な人間だと思われたいっていうのが出ちゃうんです、その趣味っていう。なるほど。そう、あ、だからね、あれはあれでね、ちょっとなんかモヤモヤしてたね、あの時代なんか。絶対そんなことないのに、それを言ってるのに合わせなきゃいけない自分もなんかその、うん、あの仏像を作るのが趣味ですみたいな。大喜利みたいな、大喜利みたいな、大喜利みたいなって。そう。まあでも逆にこう今もう本当ね、2010年代以降とかさ、すごいみんなあんまりその個性を主張しないみたいな感じ、なんか割とこうそんな尖った人たちがフィーチャーされないみたいな風潮になってるような気がするんで、割とだからテンプレ化してるでしょうね、趣味とかっていうのは。それこそね、インターネットでみんなの認識が揃ってきたじゃないですか。あ、それあるね、うんうん、だからやっぱり
情報共有されればされるほど多様性じゃなくてみんな同じになっていくっていうのはあるから、うん、あそう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 、うん、そうなんですよね。まあだからすごいソーシャルっていう、まあだから社会生活の枠が広がっちゃったがゆえにそういうことを公言するとそれなりにこう影響が出てそのね叩かれる可能性もあったりとか、うん、だから結構押しなめられちゃったみたいなねあるのかもしれないです。確かに ね、 だからねそう考えても趣味とはもはや何なのかっていうなんか感じになってきますけどなんかねもうね、うん、趣味を考えるっていうのはある種社会学だと思います。社会学ですよこれは完全に。だからだからなんか結構ね残酷なのは例えば大学とか行った時にやっぱそのコミュニティに合わせなきゃいけないみたいな側面ってあると思うんですよ。例えばその体育会系のそのサークルとかだったらやっぱり趣味ちょっとそっち側にこう寄せていかなきゃいけないみたいなのあったりとか、まあそうやってねなんかあの新しい趣味が増えるとかは全然いいことだとは思うんで、まあポジティブに考えればいいことかもしれないんですけど、なんか結構趣味って割と人に合わせちゃうものでもあるなっていうか、はいはい、環境にあとなんか持ってなきゃいけないっていう脅迫観念がやっぱささっきの話じゃないですけどあるから。確かに、まあ、ヘリとかっていう意味で言うと、うん、例えばその僕ワタさんと出会ってからこの番組始めるまで都市伝説陰謀論のヘリを知らなかったしね、うん。あ僕がですか、はいはい、ああ、そうですよね。あんま言ってなかったはずですよ。あんま言ってない。いや、言わないですよ、そんなの。うん、趣味、だから、そう趣味、都市伝説。情報収集、ね。そうそうそう。そういう意味だと、趣味なんじゃないですか、だから。人に言えない癖っていう意味で。あ、これはでもね、癖ですね。言ったら、それなりに深い関係性じゃないと言わないですもん、うん、うん。それはね、これは趣味かもしれないですね、言ったら僕の。じゃあ今度、ご趣味は聞かれたら言ってください。うん陰謀論の情報Q アノンのエゴサーチをすることですクソやばいやつですけどうん、まあねだから本当は多分まあ僕みたいにだからちょっと極物と思われたくないから言ってないみたいなね、人はねたくさんいるとは思うんで。わたさんでも趣味はあるし、まあこれもわたさんが僕を多趣味って思うのと一緒で、はい、僕もわたさんを多趣味に感じますね。いろいろ考えたら、だってこの番組でも話しましたけど、香水とかすごい詳しいじゃないですか。あ、そうですね。あれは僕趣味だと思うし、系ね。うん。確かにそうですね。うん。うん、あ、まあそれはでも趣味じゃ趣味だな。でもさ、なんか香水、例えば香水をですよ、なんか集めたり、すごい知識を蓄えてる男って、やっぱちょっとキモくないですか？あ、これ、そういう人たちにキモいって言ってるんじゃなくて、客観的に見たときに、キモく見られないかなっていう不安はありますけどね、なんか、やっぱそれかちょっとその LGBT のちょっと属性なのかなとか、別にまあ、いいんですけど、そう思われても。でも、ご趣味はって聞かれて、陰謀論と香水ですって言ったら、キモいかもしれない。もうまさに香ばしいやつですよそれねそうですね、だからその趣味とかさ例えば聞いてみてだからねその枕言葉としてそれ本当ですかっていう感じで掘り下げてみてあげると一歩もしかしたら関係値が深まるのかもしれないですね。なんか要は本当のことは絶対あんま言えないはずなんですよその初対面の人に対して、はい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 、その本当は都市伝説好きなんじゃないですかとかそうです ねお見合いで言わないでしょだってそんな急に都市伝説の話なんてでも結婚したら知るんですよそんなそうですまあでもなんかちょっと趣味の話はでもなんかあんまりいい思い出がないんですよねだから言わなくなっちゃったっていうのはあるんですよねなんか本当にこれが趣味っていうことを言った時になんかあんまいい反応を得られたことがなくて、はい、それで言うのをやめちゃった自分がいる記憶が今すごい思い起こされてなんかその趣味が合う友達がいるといいなっていう思いはあってそのかすかなもう小さい希望の光みたいなのを掴もうとして絞り出して言ったけど全然違った反応が返ってきた時のやっぱりあのショックさというか、うんはいはいはい、自分がやっぱただのオタクなんだなっていうことにやっぱ気づかされた時の孤独感というかあ、うん、いやだからねあんま言わなくなっちゃった、ね、趣味って自己申告するものじゃないんじゃないですか本当は。そうなんですよ、ね、もしかしたら趣味その人の趣味っていうのは周りが決めることなんじゃないですか、うん、確かにさっき言ってた通りですよね。お互いが見てそう見えてるみたいなかもしれない。いやそれはでもそうだよ。あこれでも本当そうかもしれない。だから本当はなんか多分すごい人間のすごい懐深いところにあるもの、
なんですよ、多分趣味っていうのは。だから本人ですら気づいてない可能性があるぐらいな結構深さのところがあって、はいはいはい、相当付き合っててよく見てないと分からないレベル、うんうん、そうですよね。例えばだから猫飼ってる人が猫飼うのが趣味ですって言う、はいはいはい、言うなんてお前言わんでも分かるわみたいな、なんかそういう感覚になるじゃないですか。そうですね。うん、でも違うんですよ、本当はその猫を飼ってる理由にもっと深いところ理由があって、はいはい、何か違うその単純に猫が飼いたいから飼ってるっていうものじゃないところの着眼ってやっぱ何個かあるはずで、そこをこう見出してあげるっていうのは本当の意味での趣味につながるのかもしれない。なんか、ね、なるほど。ってことは、まあ、ご趣味はっていう質問する時点でコミュニケーションの力がないってことですね。ってことですになりましたいやでもそれそう思わない？だってそう聞かれた時にその、やっぱりこれみんなそう思うと思うんだけど、まあ、困ると思うんですよその答えが、まあ、確かに。だからこそあんま聞かれないんでしょうね、うん、いやそう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 、自分も聞かれたくないしだからこそ聞きたくもないっていうね。なんかその掘り下げ方ってそうだよね、目的が確かにあるようでない感じするもんね。なんか趣味聞いて自分と近い人間かどうか探るみたいなファンクションなわけでしょ、うん、多分、はいはいはい。でも本音は言わないじゃん、初対面みたいな、なんかね、そんな明けすけに話せないじゃんみたいな。そういう意味だと例えばマッチングアプリとかって趣味を自分で書くじゃないですか、うん、あのデザインが良くないのかもしれないですね。本来であれば相手の趣味をその自分が探し見つけてあげられるようなそういう UX があるとよりマッチングのそのなんか良くなってくるんですね。なんかまあ、やっぱり好きなことをその仕事にしてる人あるあるなのかもしれないですけど、うん、やっぱりこの IT 業界とかって、うん、本当にそれを好きでやってる人が本当多い業界じゃないですか。まあ多いでしょうね。だからやっぱり飲み会とか行っても、うん、本当に仕事の話ばっかりしますよね。仕事というか業界の話とか、うん、そうですね。なんかその中でのゴシップとか、うん、はい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 、はい、あっても確かに、まあ、だから村社会化しやすいんでしょうね。そうそうそう、うん、だから僕らもねなんか飲み行っても、うん、その仕事に関係する話とかで結構真面目にこう話したりとかしちゃうじゃないですか飲み行っても。そうですね、うん、で全然そのこの業界じゃない友達とかと喋ったりとかしてて、飲み行ったらどういう話とかしてんのと聞かれた時にね、うん、いやなんか仕事の話ばっかしちゃうことが多いかなとか言うと、まあ、そういう人生楽しくなさそうだねって言われるんですよでもきついね僕からしたら、はい、飲み会の場で仕事とかの話ができない方が人生辛いと思うんですよ。うん、まあしたくないわけだもんね仕事の話も、逆に言うと、うん、そう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 いうことなんですよ、うんって思ってました。ずっとなんか人生の多分 70% ぐらい持ってかれてる仕事の話はもう一目も触れずに他のことに逃れたい可能性もあるからね、うん、そうそうそう、ね、酒の席ぐらいはみたいな。そう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 、うん、でも酒の、ね、席でも危機として仕事の話ができてた方が人生楽しい気はするんですね僕は。うん、まあ、ある意味ね。そうですよね。なんかそれぐらい多分そうだよね。結構そのさっきのオンとオフの話なんですけど、多分かなりその自分のその状態がさ、その垣根がなくさ、うん、その多分一方向にいろいろコミットしちゃうからそれができるみたいなのはあると思うんで、うん、まあ垣根なくすごい集中してる状態ではあるっていうことですよね、うん。逆に言うとすごい面白い状態ではあるんでしょうね。なんかそういう俯瞰してみた時には、うん、多分人生を多分相当楽しんでる状態だからそういうことができるみたいなの見方もあるんで。そうですよね。逆にやっぱその現実逃避パターンもあるじゃないですか、うん、そのやっぱりもうちょっとあまりにその仕事が辛すぎて、はい、もうどうしても現実逃避でやっぱゲームの話したくなっちゃうとか、うん、まあ、それはそれでいいんですけど、うん、ただなんか逃避行動を続けていくとやっぱその趣味が結構ね辛くなってくる時がやっぱ来る気がするんですよ、うん、なんか、うん、なんとなくちょっとなんかその逃げ道になっちゃってて、うん、なんかその、まあね、その現実逃避の方法があること自体はすごいいいことだと思うんだけど、うん、なんかそれだけにすがっちゃうとなんかすごい苦しい、ね、生き方になってちゃうかもしれないから、だからそう考えると奥ゆかしいですね趣味って。なんかね、なんかいや、そういう人生観にもつながっていくじゃないですか。そうそうそう、なんかだから飲み会の場で自分がやってる仕事の話で盛り上がるタイプかどうかで世の中の見方って結構違うんじゃないかなと思ってて、うん、なんか例えばだって政治家とかって飲み行ったら多分政治の話してるでしょ多分。まあしてんじゃないですかね、うんうん、逆に言うとみんながこう非難の的になってる政治家は飲んでる時ですら仕事の話をしてるっていう見方もできるわけじゃないですかある種。確かに確かに確かに、うんうん、だからそういう属性の人とそうじゃない人って結構その意外と交わらないから価値観がお互いその分からないところあるんだろうなって、うんうん、ちょっとこれは極端すぎる理解かもしれないですけど、だから逆にその趣味に没頭してるってことを公言できるってことはもしかしたら本質的には没頭してないのかもしれないみたいな、うん、だからまあそれとか仕事
生産性のある趣味を持ってる人の場合って、まあ、公言しない、うん、まあ、趣味とも思われたくないみたいなのもあると思うんですけど、うんうん、結局言っちゃうことで結局それをなんていうの、自分でそうのめり込んでる状態、これを楽しんでる状態っていう思い込ませるっていう行動でもあるんで、ね、あ、あとはその人からこうよく思われたりとか、ね、多分あるわけで、でもそれって本質的に没頭してる状態ではないじゃないですか。なんか自分はそうあるべきだっていう言い聞かせてる。あ、そう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 、うん、そういうことですね。うん、だからなんかそう考えると、そうそうですね。だからそのご趣味やって言われ聞いた時に返ってくる言葉って、実はその人が今あんまり集中してないことなのかもしれないなって、ちょっと今そのなんかあのすごいうがった考え方かもしれないけどまあでもそうかもしれないですよ ね、うん、逆に言うと趣味ってその程度のものなんですかね。まあだからその程度の認識なんですよっていうテンプレでみんな使ってる気はするから、はい、だからちょっと考え、僕らは考えすぎてるだけっていうのはあるんだけどはい、はい、ただでも言葉の意味とか本質的な目的のところで言ったら絶対、はい、こっちじゃないですか、うんうん、と表向きの話じゃないはずなんだけど、でももうその表向き上こうで、人と会話するときにスノボやるんですか、あ、僕もやります、一緒に行きましょうみたいな、なんかそういうファンクションとしてあくまで使ってるっていう感じで、それはなんかだからさっきの社会性の話みたいな、うん、そのなんかパーツを共有化することで、はいはいはい、そのいろんなその仲間とか出会いが増えていくみたいな、マッチングのやつロジックもね、そういうロジックはあるのかもしれないんですけど、そのぐらいのいい塩梅って考えたときに趣味ってなんだろうってやっぱ思っちゃいます。そうなんですよね、難しいよね、うん、答えるね。塩梅が大事です、ね、じゃあ塩梅が大事ですね、そうそうなんですよ、人生と捉えてるものは趣味じゃないですもんね。そうですね、まあ、そう捉えてもいいんだけど世の一般的なその、ね、コミュニケーションのテンプレとしてはそこじゃないのかもしれませんね。じゃあ結局いろいろ話してきてましたけど、答えに困るってのは変わらないですねいや答えには困るでしょこれだって、いやそう、うん、と思うよ、困ってていいんだと思いますけどね。なんかでやっぱ周りがその機微を伺ってこの人これ好きだよなっていうのが多分やっぱそれが趣味なんだと思いますよ。やっぱ聞いて出てくる答え、聞いても困るんだからって、その本人は。例えば何ですか、僕の場合思い浮かぶやつで言うと、まあ、例えばあれですよ、さっき そのオーガニックはいはいはい、はい、とか化粧品の話もそうでしょ、はいはいはい、うん、であとまあこれ僕から見たらですけど、多分そのエンジニアリングの技術周り その情報収集とかも絶対趣味な、はい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 、ように見えるんですよ、はいはいはい、うん、まあ、あと音楽もそうでしょ、あ、まあ、音楽ってその何て言うの、そのいわゆる本気でやってる方じゃなくて、うん、聞いたりする方、聞いたりする方の、うん、そう、まあ上げるとキリないですよ、なんかその、 あの筋トレとかもそうですし、はいはい、ね、ボクシングもそうかもしれないですしガジェット通ですしでもまあだからそれを僕としては、自分はこうでありたい、こうなるための手段の一つでしかないからっていう感覚だと思うんですよそういうことですよね確かに自分で絶対その、いや僕ちょっとガジェット集めが趣味なんですよ絶対言わないよねあのなんか仕事効率化アプリを試すこととかね、そう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 確かにね、いやだからね、やっぱあとまあなんか日本史とかそういうの、あ、そうですよね、歴史のことはね、その結局それもだってその自分が作っていくもののを豊かにしていくための手段であるっていう感覚で僕はいたりするから、今後僕がこういう発信も含めてね、はいはい、だってかこれが趣味ですっていうふうに、あ、これね、この週、うん、なんていうの、ポッドキャストを入った情報発信するのが趣味ですよね、うん、そうか、これが趣味って言われた時にどう思います？まあ別にもうそんなに、別にね、趣味とは違うかな。もしだから和田さんがその発信することによって日本を変えようとしてるんであれば、はい、趣味って言われたら複雑でそういうつもりやってるから相当な野望を抱いてますねそれ日本を変えようとしてたんですねこれこの番組日本を変えようとしてたんですかそういうふうに認識してるんであれば趣味っていうのはちょっと失礼かもしれないですね。ああ確かにそれはもうね、うん、なりわいですもんね。そう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 、うん、うん、あ、いやそうですね、ちょっとそこまで意識高く言いたいですけど、うん、あ、でもなんかその趣味とは思われたくないけど、なんか言ったらちょっと印象は良くなりそう、テンプレとしては使えそうな気がしました。なんかそのモテツールみたいな感じで、え、ポッ
ッドキャスト配信してるんですかみたいな、なんか、みたいな、すごいですね。あ、なるほどなるほど、確かにそうですね。なんかそういうね、その自分をモデリングするためのツールとしては都合がいいのかもしれないですけど。なるほど。うん、でもね、僕ついつい料理って言っちゃうんですよね。もう料理はね、もう鉄板なんですよ。もうこれだけ言っとけば大丈夫。でもまあ嘘でもないし、うん、まあ、嘘ではない、本気、いや本当に趣味ではあるんです。うんうん、まあいいやつです、ね。ちょうどいいやつ。ちょうどいいやつ。これ、うん、まさにちょうどいいやつかもしれないです。うんうん、ハズレがないんですよ、本当に。うん、ただそのあれですよ、星をつけるとしたら都市伝説の方が上ですから、ね。料理は三つ星ぐらいですか、多分。都市伝説は四つ星ぐらい、そのバロメーターですよ、ね。なんか本当の趣味を炙り出す何かこうそういうのがあるといいですね。なんかいいですよね、なんかね、うん、そういうなんだろう、コミュニケーションのフレームワークなのか何なのか。うん、まあ、あとだから、答えられなくてもいいんだっていうことは間違いないですよね。うん、なんか別に、あれが答えられる人がいい人生を歩んでるとか、はい、いいキャラクターとかってことはないはずなんですよ。それで言うと、さっきの趣味がない人からすると、うん、コンプレックス抱きがちなんですよ。そうなの。僕も知り合いでも、趣味がないよって言ってた、マダさんとも共通の知り合いの。あ、共通な、うん。でも仕事ばっかり、仕事でやってることが趣味の人だなとは見てて思うんですけど、はい、そういう人はでも趣味がない自分と思ってて、趣味欲しいよって言うんですよ。だから趣味をめぐって不幸になってる人がいるわけだから。いや、いるわけですよ。そうですよ、うん、自分のことをね、薄っぺらい人間だって思ってる可能性ありますもんね。そうで、片やファッションで言ってる人がいる中でね。そうですよ、はい、うん、本当ですよ。で、まあ、ほとんどは実はファッションでみんな言ってるんじゃないか説は、一つちょっとね、唱えたいとは思いますけど、うん。し、もしかしたら本当は癖があるのに言ってないだけなんじゃないっていうのはありますけどね。なるほどね。言えないからブレーキをかけてる可能性もありますし。だとしたら、それをその気づいてあげれてないこっちにも問題があると僕は思っちゃいますね、じゃあね。確かにね、うん、そうですね。コミュニケーションが足りないんだっていうね。そう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 。うん、それはね、あると思います、やっぱり。うん、いや、だいぶこれ懐の深い話になりましたね、これね、本当ね。いやでもね、本質的にはそういうことなんだと思うんですよ。なんか、まあ、表向きの趣味もあっていいんですけど、すごい掘り下げていくとすごい深いところまで行って、で、深いところに行き着いちゃってる人はそれが言いづらいからあんまり言えないと、それなんか自分は趣味がないと思ってる可能性はあって、うん、そんなことはないし、別に言えなくてもね、いいんじゃないっていう、うん、でもなんかね、こっちからしたらその仕事でやってることが趣味で、休みの日も仕事関係のことを楽しくやってるっていう状態の方が、はい、損得で考えたら得すると思うんですよ、人生。うん、まあ、そうですね、うん、いや、それは間違いないと思いますね、うんうん、あ、だからね、やっぱそういうコミュニティに行くと逆に趣味の話がなくなるから、うん、ね、そうですね、結構さっき言ったその仕事の話ばっかしちゃうというのはなんかそういうのはあるかもしれないですね、うんうん、そういう人たちが集まってるからみたいな、ね、うんうん、僕はやっぱり仕事が趣味であった方がいいと思ってる方だから、うん、全然それでいいんですよ、まあね、趣味にできるといいよね、うん、だってその方が人生楽ですもん、絶対、うん、確かに、うんうん、好きこそもののなんちゃらみたいな感じでなりますもんね、うん、あと、まあ、そういう人って向上心が高い人多いから、喋ってても僕は楽しいことが多いかな、うんうん、確かにね、うん、まあね、みんながみんな別に好きなことが仕事にできるわけじゃないから、なかなか難しいんですけど、うん、まあ、あと別に趣味というかちょっと生き方の話っぽくなっちゃいますけど、やっぱり趣味と仕事は別っていう風に固定観念として思いがちだけど、やっぱり自分が好きな趣味でやってるようなことを仕事にするっていう方法っていくらでもあるし、それはなんか、うん、そこはクリエイティブの見せ所だしね。そうですね、うん、そういう選択肢もあるっていうことは、うん、みんなが知っておくべきかなと思ったりはしますけどね、はいはいはい、うん、まあ、YouTuber とか見てるとよくわかりますよね、そういうのね。うん、確かに、うんうん、趣味っていう言葉が変わっていかないといけないのかな。趣味っていう単語があれなのかもしれないとちょっとね、今思いましたよ、なんか、うん、もしかしたら趣味っていう言葉の本来の意味って僕らが認識してる趣味と違うかもしれない、ね、違うかもしれないね、語源とかね、うん、そう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 、なんか趣味と主義みたいなのあるじゃん。例えば主義ってなるとすごい立ち振る舞いとかさ、うん、もうなんかに向き合い方みたいなさ、はいはいはい、でも多分趣味も多分そのエッセンスはあって、まあ、本来多分趣の話なんで、どういう風にどこに向いてるかみたいな属性として、そういうのが分かるものなんだと思うんですけど、まあ、今その属性値というよりはどっちかっていうと、なんていうそのやっぱりファッション性がある、なんかつけると綺麗に見えるとか、そういう、うん、今いろんな意味でだから認識できるその変数ではありますよね。だからその趣、言ってもさ、でもさ、明けすけにさ言っちゃう人もいるじゃないですか、趣味本当に SM、 SM は聞いたことないけど
いや風俗が良いが趣味ですか、もうマジで本気で言ってくる人たまにいるから、うん、はい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 、はい、こいつは、まあ、でももしかしたらでもそれ本当の趣味じゃないのかもしれないけど、それすらもファッション性のある感じなのかもしれないですけど、まあ、笑いが取れる、笑いが取れる、そう、笑いが取れる、そう、うん、だからでもそのなんか本気でそれを言えちゃう人ってなんかそういうパーソナリティ、そういう属性みたいな認識に受け取れるから、そうですね、そういう意味で言うと、うん、僕もこの間あの慰安婦問題のシンポジウム、はい、一緒に行った友達なんかはもう長い付き合いでしたけど、その政治とかが大好きって僕は一切知らなかったからね。ああね、言ってましたよね、うん、そうそうそう、ね、うん、本当に好きなもの別に言う必要ないっていう、自分の中で楽しんでるんだから、そう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 、うん、でもやっぱすごいやっぱね深い関係性で、この人になら言っても大丈夫かなっていうね、うん、どこで多分ひねり出してその人は伝えた、田澤さんに伝えたいんじゃないかなと思うんですけど、まあでもいいんじゃないですか、信頼関係のねバロメーターみたいな感じも、まあ、この人にはこれ言っても大丈夫なんじゃないかな、なんか、うん、だからその趣味が伺えるっていうのはある意味その関係性のやっぱり可視化でもあるのかもしれないです。だから初見では絶対良さげなことを言っちゃうけど、そう、本当はこういうのはみたいなのは多分深い関係になればなるほど、でだからやっぱそうするとこっちもその神秘感というか、この人が何が本当に好きでどういう思考性があってみたいなのをこう伺えるようになるんで、なるほど、こいつ本気で言ってるなみたいなのが分かるし、うん、そうか、だから本当の趣味ってこうそれを極めたところで何になるのっていうものが多いじゃないですか。多いね、だから趣味なんですけど、うん、だからそういう意味だと僕もよくどうなりたいのって言われますね、なんかどこに向かってどこに向かってるのって言われること多いから趣味っぽいのかな、じゃあ、あどこに向かってるの、どこに向かってるの、余計なお世話ですけど、ね、それはよく言われる何になりたいのみたいな何でもいいじゃないかで僕の中ではこう結びついてるけど、うん、まあそうでしょう、うん、だって、うん、それはだってね、あまたある中の一つのところを見て言ってるかもしれないんで、いや面白いですよね、だから本質的なその人の趣味とか趣向性みたいなのを見極めていくといい関係値が築けるんでしょうね。確かにですね、うん、なるほど、わかりました。だから趣味聞かれて答えられないこっちが悪いんじゃなくて、聞く方が悪いっていうことですね。結論としてはそうなりました。だからあのプロフィール欄に趣味って書いてあるのが悪いっていうことは、結局言わされてるから、そう、ちょっとでも話題作り頑張りなさいよみたいなトーンで言われるからみんな答えちゃう、そう、聞く方のナンセンスさかもしれない、うん、なるほどね。いやこれいいまとめなんじゃないですか、俺は、うん、いやこれでも悩んでる人ね、いると思うし、いたと思いますよ、そうですね、なんかこういうね、うん、でなんか必死にこう考えた結果このテンプレ見つけたみたいな、僕のお料理みたいな感じでそういう人たちもたくさんいると思うんで、はいはいはい、だからないと思ってても実際あるし、聞く方が悪いから、そう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 、うん、っていうことです、ってことです、うん、はい、そう、珍しくまとめが出ましたこの番組答え出さないんですけどそうね、いやでもこれはいいんじゃないですか、うん、これはいい回だと思いますよ、うん、でも言い切り出したらいよいよかもしれないです、ね、いよいよね、いよいよ終わりなのかもしれない前を続けてたのにそう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 、なるほど、分かりました、うん、まあ、堂々と胸を張って、まあ、ありませんと、はい、答えてもいいと、そうですね、いうことになりました、うん、まあ、胸まで張んなくてもいいっすよいやないっすねぐらいでいいんじゃないですかありませんみたいなね、なんか僕堂々としてるな、なんか聞いちゃいけないこと聞いたのかな、トーンで返されたみたいななんか過去あったんでしょうね、なんかあったんでしょうね、うん、なんかね、うん、で言ったことがちょっとね裏目に出ちゃったパターンはねありますよ、本当に。じゃあ、はい、そういうことでした。はい。はい。ここまでのお相手は、田澤と、和田でした。ありがとうございました。ありがとうございました。